俺は目を
神様のいない現場でした。ありがとう。辛そうだなって思うのは店から離れられなくなるよね、つまりそこに固定されてしまう。これは私の生き方からすると大変辛いなっていうところなんですけど、そういったものをね、顧みずこうして自分の城を作っていかれるというそういう気持ちはもう本当に私にとってはですね、尊敬以外の何でもないという本当に素晴らしいことなので、真似は要しませんけども、本当にやれる限りの応援をしていきたいって思います。で、応援するって言ったってね、ここって歌うぐらいしかできないですけど、でもあっちこっち行ってね、このいいところ、それから面白いところ、今日会ったことを全部喋ってみようと思うんですけどね、マイクが出ていなかったとか、これがまたいい味で出てないんだよねみたいな感じでね、絶対愛される店になると思います。そういうことですか、川井さんは愛される包み隠さず今日のことを話して伝説にしていきたいと思うよね。思います。きっと伝説になると思います、この店は。早いとこ伝説にしてしまうオープンの頃には伝説の店になるっていう、どうでしょうかね。